っかり振っていきましょう。しっかり振っていきましょう。これフェードで、フェード、フェードでいきます。パーフェード、はい。どうも、ゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしておりますということで、はい、私が先日回ってきた54ホール1日3ラウンド回るというイベントでバーディーが何個取れるか、うん、生配信でやったプレゼント企画ですね。そうです。そこで、予想してくださった方、ツイッターでですねリツイートしていただいて、見事当たった方はボール1ダースをプレゼントするというね、バーディーを何個取ったんだっていう、うん、っていう動画をまずはご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。クリスマスツリーの左からフェード。ということで最後バーディーパットではなくワンペナのなんちゃってパーパット。そうなのこれ。もう10個しかバーディー取れませんでした。決まりです。悔しいからこれ入れます。はい、入れ、入りません。ラインが違います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。54ホール終了しました。はい、戻ってきましたね。ということでバーディーは10個でした。10個でした。いやーちょっとね、1ラウンド目は5個取れたんで納得いってないですね。それこれは15個はいけるぞと、うん、15個以上はいけるぞと思って2ラウンド目以降臨んだんですけども、集中力、気力、体力ともにやられた、全て失っておりました。で、1.5 ラウンド回ってお昼休憩だったんですけど、カツカレーを食べて、カツカレーだいぶ胃もたれがね結構いきますね、重いの激しくてですね、うん、じゃしばらく気持ち悪かったっていう。で、3ラウンド目は元気になったんですけど、気持ち的にはなんかこう元気になってきたんですけど、ハイテンション、もう抜けちゃった。そう、体は疲れてるんで、うん、まあ思うようにいかないと、パターンも入らないと、うん、ということで1ラウンド目が5バーディー、2ラウンド目が3バーディー、3ラウンド目が2バーディーっていうね、徐々にこの悪くなっていく、崩れていくと。スコアも68-72-74っていう10バーディー8ボギーということで、うん、2アンダー、2アンダーで終わってしまいました。ということで、はい、ツイッターでそのリツイートで10個と予想していただいた方には、うん、私からツイッターの方からダイレクトメッセージを送らせていただきたいと思いますので、はい、そちらでやり取りをさせていただいて、スリクソンのスリクソン松山英樹も使っているという Z スタープロ使用ボール Z スターをお送りさせていただきたいと思います。はい、なぜ Z スター、なぜか、はい、まず世界の松山が、うん、愛用するこのボール、はい、そしてこのハンズゴルフクラブ。なるほど。このハンズさんはハンズゴルフクラブのロゴからのスリクソンということで、はい、まあ、ハンズゴルフクラブのね、このボールっていうのはレンジボールとしては非常にクオリティが高いボールとなっております。大丈夫ですか？何やってるんですか？大丈夫です。大丈夫ですか？クオリティの高いぐらい、クオリティの高いボールになってますんで、はい、皆さんもぜひうちに来てくださいね。硬、うん、いボールって言うと手痛くなっちゃうんで、ね、うん、こうマットも柔らかいです。柔らかい、柔らかい、あ、すごい。ということ
ということで、当選者の方は12名くらいいたかな。12名ボール買いました。だからちょっとこれがこれですけど、はい、3万人突破と、ね、日頃から皆さんはこの動画を見てくださってありがとうございます、うん、ということでこう感謝を込めた企画ですので、はい、こんなものは痛くも痒くもないと、むしろもっと上げたかった、もう全員に上げちゃおうかなっていうそうですけどっていうね気持ちは思っております。はい、みんながゴルフでハッピーになったらいいなっていう、うん、その気持ちはいつも、思っております。はい、そんなことでこの YouTube をねやらせていただいておりますので、うん、私の動画で皆さんのゴルフがね何かいいきっかけ、何かいいことがあればいいかなと思っております。はい、との感じで、うん、なんかありますか。なんかありますか。もう喋ることなくなっちゃったんですけど、そう、じゃあその思いをこのボールにちょっと乗っけて、はい、思いを込めて、はい、飛んどけ Z スター飛んどけっていう感謝の気持ちと、この当てた方へ一発、はい、ナイスショットお願いします。まあ一昨日ねその3ラウンドをしてきて、うん、あの土日と今日日曜日の夜なんですけど、もう言い訳してますけど相当疲れてます相当体は疲れてると。よし、はい、当選者の方おめでとうございます。おいよ、届け。まあちょっと右ちょっとペラッと。もう疲れたんで。疲れた。はい。今日はボール打つのもう。やめましょう。やめましょう。もう一球行っていいですか。もう一球、はい。もうラスト。しっかり振っていきましょう。しっかり振っていきましょう。これ。フェードで。フェード。フェードでいきます。パワーフェード。はい。パワーフェードかわかんない。普通のフェード。フェード。うん。もう若干フェード。それなりな、それなりな普通の人としてはいい、まあいい、あのプロのみたいなあのパワーフェードは打てないですよね。ということで、はい、その一球気になるな。でもその一球気になる。やっちゃいます、やっちゃいます。最後はもう思いっきり捕まえて、思いっきり捕まえて、捕まえてもう届け、重いよ、重いよ、ヤードに乗せて、ヤードに乗せて、え何鉄ですかそれ。何鉄ですか。これ何鉄です。え、何鉄です。いや、何番、あ、何鉄あ、フォージドって言うんじゃない。柔らかいです。いや、違う、何鉄ですか。何鉄ですか。7番。170ヤードお願いします。あそこのグリーンに、はい、セブンアイアンで、わちょい、わちょい、いいダウンしました。よく頑張った。力んだらいけません。はい、力んだらいけない、いけない。みんなもう乗せに行くとか言うから乗せに行くとか言うから、ちょっと煽っちゃいましたね。ということで、あの、はい、今週はね水曜日に競技があるんで、うん、ティーチングプロ選手権のね予選会に出場してまいります、うん、その予選会の結果はまた報告させていただければと思います、はい、そしてその当たった方でもしダイレクトメッセージがねこう1週間くらい経っても、来ないっていう方は、うん、あのちょっと連絡ください。10個って言ったのに届かないじゃんっていう。そうなんでメッセージ来てないよっていう方は、うん、ちょっとその確認をさせていただくので。そうですね、うん、はい、では最後に締めの一言、はい、お願いいたします。じゃあこれからも第一ゴルフ TV よろぴくお願いします。真面目コメントですね小山さんのもう関西仕込みのうん、ボケを期待してるんですけど、関西弁で喋れないんですよね。喋ってくれって言われてもね。はい、7番アイアンといえば、はい、7番アイアンといえば、はい、普通ちょっと待って、7番アイアンといえば、7番アイアンといえば、お手本見せてください。じゃあたまには、はい、いきますよ。7番アイアンといえば、やめときましょう。むずいでしょ、うん、地雷は不満、うん、ということで、はい、こんな感じでお送りしておりますが、プレゼント当たった方ダイレクトメッセージをねお送りしますので、ご一発送らせていただきます、はい、おめでとうございます。今後も第一ゴルフ TV を、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。